動体保存中の蒸気機関車とは、動作可能な状態で保存されている蒸気機関車のこと。1976年の大井川鉄道での保存運転より始まった。現在でも走行可能な状態の SL を代表的な牽引列車と共にまとめた。近年では産業遺産としての価値が見直されるほか、 観光資源としての活用が望めるなど、動態保存のニーズも多くなっている。東日本旅客鉄道では SL が足りなくなることが出てきたため、日本各地で生体保存されている国鉄正式の SL の調査に2009年から乗り出し、2年後の2011年に3両目の SL を復活させた。また SL の維持補修。 さらに SL を運転することが可能な乗務員の更新育成など課題も多くなっている。一方で CO2 排出抑制の観点から大井川鉄道が代替燃料による試験運転を実施するなど燃料や環境に対する問題への取り組みも始まっている。c 1 1 1 7 1 c 1 1 2 7 0連 原因の SL 冬の出現後1987年の会社発足時には、後に秩父鉄道に移籍する C58363 のみが在籍していた。その後は、蒙家鉄道が所有する2両のタンク機関車の復活整備を行ったほか、1988年からは D51498 をはじめとする4両の テンダー機関車を復活させ、4カ所において定期的な胴体保存運転を行っている。本線運転可能な SL としては2両を保有する。いずれも京都鉄道博物館に収蔵された機関車で、国鉄時代から引き続いて車席を保持する。SL、人吉 C11325C1266、十連牽引の SL も丘検査などは、 JR 東日本大宮総合車両センターに委託されている。パレオエクスプレスの牽引機として、胴体保存されている C58363SL 退治を牽引する C11207 その他、高和化鉄道が製造した C111 を2021年冬を目標に復元工事中である。日本国有鉄道、編集 JR 北海道、編集ありし日の、 C62 ニセコ号西部鉄道、編集大井川鉄道、編集テーマパークや博物館などの施設内で運転されている SL については以下にまとめる。保存無式、編集かつて SL として営業用鉄道路線、または専用線、工場内などで実用として使用されていたもの。正真正明の動態保存無式。 マルセップ森林公園以いの森の天宮21号と、い、笠鉄道客車アイアンホース号日本工業大学で、保存されている2109明治村で、胴体保存されている9号蒸気機関車、圧作空気を、動力源として、稼働状態の SL、編集川場村で、胴体保存されていた D51-561、心臓無識、編集以下は、 施設開設時に新造されたもので、胴体の SL ではあるが、保存運転とは言い難い。1997年に CK101 が整備されて、以来、観光列車用に以下の胴体保存車両があり、台湾東京鉄道では短距離ながらも定期的に運行されている。東鉄346以上の大型機は、各鉄道の本線上を走行可能なものだが、 アメリカ合衆国内にはこの他にも各地の博物館や観光鉄道、保存鉄道で動体保存されている蒸気機関車が多数存在する。ありがとうございます。